皆さんご機嫌いかがでしょうか。ケンです。皆さんは TCM コペン T シャツミーティングに参加できましたか、もしくは参加できなかったですか。今回は TCM オフ会の模様をお送りいたしますので、ぜひ最後までお付き合いいただけましたら幸いです。ところで皆さん、じゃんけん大会勝てましたか。私は全敗しました。ということで、コペンツーリングをしながら TCM 会場の水ヶ塚公園へ向かう映像を流しているんですが、 TCM に協賛してくださった企業様、個人クリエイター様のご紹介をしていきたいと思います。その後に TCM のオフ会の模様を紹介したいと思います。それでは TCM 協賛メーカー様のご紹介になります。 LED ヘッドライト、ドレスアップパーツ、洗車用品を展開、 YOURS 様、GR がオフセロのエアロパーツが厚い、内外装インテリアパーツをトータルコーディネート、フェイクエイト様、洗車のことなら何でも来い、カーケアブランド、ながら洗車様、かっこいい音色のホーンからバイク用品まで、三つ葉三光和様、みんなお世話になっている洗車アイテムの王道、シュアラスタ様、エアロパーツにバケットシートでかっこよく決める、エスケレート様、高性能ブレーキパッド、ローターブランド、ディクセル様、さまざまな車種を扱っています自動車内装専門店、技工様、コペンだけでなくさまざまな車種のアクセサリー、グッズを手掛けるゆるスタイルプロ様、缶タイプの芳香剤、エアスペンサーをご提供くださった栄光車様、今回オイル添加剤を提供してくださったサプライズサプライズ様、ラルグスブランドでおなじみのサスペンションメーカー、ラルグスリテール様、コペン乗り御用達マフラーといえばロッソンモデロ様、企画設計生産販売まで一貫された高品質サスペンション、天意様、関西を中心に展開するカラオケチェーン店、ジャンカラ様、コペンのエアロパーツもお任せあれ、リレイド様、チューニングカー用ブレーキ国内販売最大手、エンドレス様、イケてる LED バルブ、ベレーノ様、浜松市のリゾート型遊園地、浜名湖パルパル様、暑い季節の味方、コペン専用ビキニトップ、エアトップ様、今回綿あめもご提供くださった大阪のコペン専門店、ナンバーナイン様、そして個人クリエイター様5名紹介いたします。ネムネムミュージアムさん、百花ステッチさん、スタジオシンディさん、蓋を作ってる人ハルトさん、サニーオンサニーさん、以上5名となります。寒いねみんな風邪ひかないようにしてね。マリさんもさっきも袖が寒くて震えてるんです。今日はねよろしくお願いしますね。コペンのオーナー歴順に並んでください。最初のグー、最初のポーズ、佐々木美里さんのファン、35年やってます。
楽しくお過ごしいただけましたでしょうか。そうですか。楽しかった。イエーイ。寒い寒い中ありがとうございました。ペンオーナーの輪は広がりましたでしょうか。はい、はい、いかがだったでしょうか。静岡県で開催された DCM T シャツコペンミーティングセカンドが無事終了いたしました。当日の天気は富士山のふもとということもあり、強風や冷たい霧が発生したりと、5月だというのに寒さ対策が必要な日でございました。そんな中でも笑顔を絶やさず皆さんを楽しませようと奮闘した運営スタッフの皆さんに感謝申し上げます。ところで皆さん、じゃんけん大会の景品何もらったんですか。ぜひそこら辺もコメントに書いていただけると嬉しいです。今回の動画を見てぜひですね、ご興味持った方は第3回 TCM へ参加してみてください。きっと皆さんのコペンの輪が広がるかと思います。それでは今回はこれで終わりたいと思います。ぜひ今回へのグッドボタンやコメントにて応援よろしくお願いします。またこういったオフ会の動画も投稿しておりますので、少しでも気になった方は気軽にチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。